biru, makutu cimu cim satu gama mani. Nasaki mana hana saka suyuru ya yukun chimo gana sama sati kanasa ハイサイグスよクタンディンネミソウランナシマクトバエンターテイメントクンガチ27日旧暦うとうて8月の27日火曜日午後4時チムガナサシマクトバニュースの時間会なドイビンパーソナリティアワンネキシモトタルガーニーと中村のよっちゃんばあちゃんシュークイサビはいそしてはいホッコマチュークエビンはいチューンみっちゃいしい番組うとどきさなやリチウムトイビークトグスヨユタサルグトウニゲーサビラはいウニゲーサビラこの番組は株式会社メガネ2ワンハエバルテン医療法人市政会デイサービスセンター諸見の里かかず委員笑いの絶えない人生をあなたにヘントナ歯科医院美ら海の未来とともに株式会社池原エンジニア加え皮膚科医院有料老人ホーム宅老所なごみの家有限会社マルチ重機サロンドモア美容室崎原土建株式会社学童教室太陽の子の提供 FM ギノワン北谷町文化協会島くつば部青年部沖縄ハンズオン NPO の協力しお届けサビンはいよっちゃんばあちゃん、はい、番組のご紹介ゆたさるぐとうにげーサビラ、はい、島くつばエンターテイメントしうちなのうと語り伝承しちゅる番組やいびん毎週島くつばかなさするちゅんちゃんゲストトーク島くつばニュースのコーナー島くとば紙芝居のコーナーなどなどおふうこの内容しうくいさびんまたインターネットちちみしえる方またうちなびけやあいべらかーま外国んかめんしえるうちなかなさしみしえるぐすうよんかいんこの番組うみかきることないびんまたちちうたびみしえることないびんことぜひこの番組かなさしちちうたびみそりはいよっちゃんばちゃん、はい、ニフェーデービルよっちゃんばちゃん、はい、チャーガンジュウヤイビーガヤチャーガンジュウだよ千代さんチャーガンジュウヤイビーガヤサイはいチャーメイのシガンジュウですよはい、チューンヤノワチチナトイビーシガ皆さんいかがお過ごしでしょうか、はい、マギザルテイフーがまた通り過ぎていってですね最近のぬがあるやんや、うん、欲張り先んや確かに日がてうちなんかそうですね、はい、先週や土日チャイアイビータゲ野菜週末どのようにお過ごしされお過ごしをされましたか新茶シーティチリティパッチウサガティ三元寺アシリごめんねカラオケハウスンジアシリチュファールカダビラリアンリテンヘンカラオケ会はい私が一二曲歌いあとは無理言ったくいいですね人とちょっといちゃって、うん、歌たい、うん、もうたいし我へ福井愛瓶やあつことやうんはい、そして先週から引き続きですね中夜またハワイのうちなんちゅや、はい、海外に渡たるうちなんちゅのベチビラサルお話またよっちゃんばあちゃんと千代さんからお話ししていただきたいと思います。そして中のニュースもまた伝統の歌を
今回あったということでですね、はい、こちらのご紹介もしていただきたいと思いますので、ひたさるぐとにげさびら、はい、そして私たちですね、おたやの先週過ぎた土日なんですけれども、チャタン町のインリーダー研修、小学生をメインとした研修会がアイビータン、はい、私は玉城青少年の家ウトウティ、アイビータ氏がチュンジーンディ若いビーガ野菜、チュンジー、はい、チュンジーですね、チュンジーって、チュンジー、あれですね、チュンジー琉球の将棋ですね、あ、将棋とまたチェスとは違って、あ、はい、あれチビラサイビータンドーサイ、はい、チュンジー協会の中村明さんから、教えてくださってですね、このチュンジーの歴史も何千年前から来てる歴史がありまして、はい、もともとルーツはいろいろたどっていくと、いろんなインドの方から来たりですね、チュンジーの形で来たのもまた、中国から来たっていうお話があって、600年以上以前前からですね、はいはい、伝わってるっていうお話がありまして、はいはい、またこの王様を守るグスク、グスクっていうこの場所もあってですね、はい、グスクを守る兵士たちがいたりとか、はい、もういろんなこの歴史文化を学びながら楽しみました、はい、特に小学生たちは今集中して何かを遊ぶっていうのが減ってきてる、生き楽なトイビンドンディルクとユーチジャビークと、はいはい、集中力もすごく高まっていてですね、はい、こういった足火、和紙で並んでいち、産むやびたんどうさい。本当に昔から伝わる遊び。例えば女性の遊びにしてもそうですが、頭を考えたり体を使って遊ぶ遊びだったりですね、はい、生活習慣から体作りをしていったっていうところが、また歴史、アイビンド野菜。チャイアイビタガや昔の足火や。足番って言うか足びる時間ねえびらん足びる時間ねえなあれ、やんか一番くらいやん、無理やん仕事しみんちそうだね、気が悪いちゃいつもするやん、はるかいんじゃい、草かたい、はい、もひがんじゃい、はい、かんだかたいでね、あ、家庭の生活も、小さい頃からよくお手伝いは、もうじゃもうあれがちな、海を通ってジャブジャブ足びる、ああ、はい、夏や、海で芋を洗ったり野菜を洗ったりされてたわけなんですね、もぎばき耳がちちょるばってるけちなひばってほしい、ささにくんくなっちゃ洗いねて、どれだけそうたらさんまっしるねるばって、おもとまじゅん、さんりっぱんご洗われる、はい、膝、足で洗うわけなんですね、足で洗う、はい、またすぐ短くまなかい、はい、この芋を洗う、そのあれがあるんですよ、飲んでから短く洗いの、はい、あれ石で作ったのちょっと容器が石です、払いさ、はい、石で作ったのかい、膝さぬかい、こう洗うね、また海が近さしやもの、海でまたまた井戸があったので、はい、川からすぐ短くまなかい、はい、売りんかい、もう OK みたいな、あ、それに石でちくたるタレ、そうそう、タレみたいな、はい、そんじゃ洗ってちゃねに入れて、美味しいわけ、薄しアレンジまた一ページ落とへびんでいや、塩の方、薄の方が上等へびる味と、海んじ、野生よ、はいはい、あれ、はい、今食いなりゃか、むしろ調子もからんし、海んじゃあれね、うむしもるながらってちくとて、立派もあられる、薄へね、一ページ落とへびんや、はい、薄で、よ、白菜ふじが巻きがたんよ、汁口あった、汁口大菜に、はいはいはい、あれ皮目って八なんち聞いたんよ、正月夜やに、はい、あれにしも海で洗やんて、うのまま食う皮目かちゃち聞いた、やっぱり薄しあれね、抜く、やっぱり上等やんや、上等、はい、ヒジャーの中身とかも海で洗ってましたよ。あ、はい。ヒージャクのする場合は、ヒージャクのするんよ。海んじ。あれ油が足や。うん。薄んじゃあれにぎしぎするわって。そう。ワクロシミよね。腸とか女の無駄信じられる。はい。油は取れる。薄んで、薄で。塩水さ、海の塩水。塩水で洗って。だから上等です。ぎしぎしして。あんたもののぎしぎばわられるわって。海んじ。はい。そうやってベジュー行くんじゃん、行きがんちゃうよ、あの出てるだけはよ、
サチバットからサンティさんスールミカチ包丁の皮にそうね、はい、サチャンリテン、はい、竹やひっくり返すわけで中の汚れ物全部取るわけ、はい、洗う、ひっくり返してね竹を使って中を取ったわけですか、そうそう、素晴らしいですね。あれはゴリキガンチャクスお父さんに教えたとか、ね、うん、またよくお話聞くんですけれども、この話ユチチャビー氏がヒージャーとかは、うん、クルストチアイペチムグリサンディルウムイアイビー氏が本当にヌチをいただく、うん、命をいただくということで、これで命の大切さを学んだ方もたくさんいらっしゃるみたいですね、うん、ですね、うん、やっぱりね、うん、ヒージャークルスの場合の、うん、首をこう切るのあれも本当にかわいそう、はい、うん、はい、とってもかわいそう、うん、泣きながらさね、はい、生きてるそのままあれね、あれ首に包丁刺してね、血出すのよ、うん、あ、はい、そういったの血がね、あったら肉が黒くなるわけさ、うん、血を取った後に、うん、血を全部抜き抜いたら、うん、肉が切れるわけ、豚もそうだって、あ、はい、うん、あの小さなチーリチャーとかで、先日チーリチャー、うん、全部使うんですね、うん、料理するときも、うん、チーリチャーうちなるけど近いなと思ったことや、うん、バンコクかんじゃにて、うん、水物かよ、はい、あのチーを凍らせて四角壊せなしちゃんです、水物かいちょったさ、うん、ポーガンと、うん、はあ、ワヌチュンちゃんバタのワヌチーかもさ、やんのもたことや、うん、マレーシアなんかも地下を使うみたいね、あの辺はやっぱり使うはずですよ、豚の、うん、はい、韓国料理もね、うん、タイとかも、はい、またこの料理にいろんな薬草野草を入れるっていうのもまた体にいい料理ですよね、はい、そうそう、まあ、チーリちゃんの話、アイビー確かイーチョーバー入れたりですね、うん、あ、美味しいですよ、まあ、ニーペシチアイビーことイーチョーバーですね、ちょっと癖はありますけれどもイーチョーバーはねやっぱりね美味しいです、ところとってほとんど魚のおつゆに、ああ、うん、湯の、はいはい、湯汁に、はい、うん、香りがいいよね、はい、いいですね、わむちゃってねんなとさ、うん、うん、最近見なくなってますか、うん、植えたったんだけどさ、うん、去年だけど、うん、冬でなくなってる、うん、また買ってきて植えないといけない、あすかよ、いいちょばよメイクマンズを通せてへん、あすかカバコネが改良さとせ、昔からのうちなもんよ、はい、あれ自己化改良されて匂いが変わってきてるわけなんですね、うん、うん、昔からのうちなものよ、はい、辛さ、うん、ね、はい、今薬草野草でも今昔はもう当たり前のようにこの庭に行くとたくさんあったっていうのも、うん、今生き楽なといびんどんでるお話し合いびくと、獅子玉とかもそうですよね、ああそう、獅子玉も最近全然獅子玉、獅子玉、生き楽なとんでる、また携帯が浮いとるっていうの私が目になったんで、うん、引き抜いてからには尺にしちゃう、うん、これはまたジュズこのいろんなアクセサリーで使われたりよくされてたんですか、あれ野の薬とかや信じて、うん、日本久しがお茶にお茶にもやってますよね、うん、薬草みたいで、うん、薬草で、うん、それからまたお手玉の中に入れるのもこの獅子玉だったりですね、はいはい、ここからまた遊びが生まれるというのも昔ながらの歴史やイベント野菜、うん、そうですね、はい、あの玉をあれをつないでね、ずっと糸でこうね、はい、針を刺してですね、針を刺してネックレス、うん、玉よ、はい、運針ができない若者がいっぱいおる、はい、針で運針のもできないお母さんたちがいっぱいいる、はい、うん、浜川幼稚園を通って、うん、お手玉作り園児も、うん、歌の父兄に、はい、魔術師同人クラブが鳴らすんじゃんでて、うん、運針え、お手玉抜きれない、ええ、ないよ、うどるさ、はあ、ミシンがあるサンドリンで、針使わなくても、はあ、だってボタンつけたりはミシンでできない、はい、針です、うん、びっくりしたり、ね、はい、名前はあの授業を打とうっていうこういう家庭科の授業でこう裁縫を習ったりですね、はい、アイビー氏がもう昔はもう当たり前のように、あ、アイビー高野菜、うん、四つ見や、はい、小学校の間四つ見、
四つ見、四つ見って子供がつけるの、うん、12、3歳まで月四つ見、はい、なら言ったよ学校で習ったり一重とかさ、うん、またね、あのなんて合わせはさ中学の現地から習えた、うんうん、そしてね学校で使うの布巾、雑巾とか、うん、はい、あれをあの何枚塗っておいでって言われて宿題になっていたわけよ、うん、あ、ただ宿題で夏休みの宿題はこの雑巾塗っておいでとか、はい、そんなことがありました、うん、宿題がなかったとしてもやはりこの家庭でこうやる姿っていうのは、うん、はい、親の方々の背中を見てこう学んだり見ること、はい、アイビー高野菜、うん、うん、やっぱりあの塗ってつる作ってました、はい、雑巾ね、はい、差し込んでやりて縦横に結構運針で縫うさ、丈夫になるように、うん、昔は着物を作ろうのに差し込んで、ね、差し込したらさ、はい、あの長くつけられるということで長持ちするということで、うん、今のパッチワークみたいなものさ、うん、差し込する縦横に運針でいただけるって、うんうん、はい、ニフェーデービル、はい、先ほどのお話、新海モドイビー氏があの昔のこの足火からですね、はい、あのじゃんけん、うちのあのじゃんけんでるブーサーんでるブーサー氏当たんでることちいちゃびーたちがあの私たちも研修会で学んできてですね、はい、ブーサーチャイアイビータがやさあ、わたさんってこと息があんだよ、息が先ごはんの見ねえぜ、弟よ、うん、リブーサーさんでやなんかじゃんけんみたいなのやって勝ちますけど、はい、ブーサーシーシーシーっていうことでですねその名残からじゃんけんシーっていうあのうちなんちも多いみたいでですね由来もはい。わったんじゃんけんぽんどさびじゃんけんぽんやいびたべやブーサーは男の人たちが酒飲んでる人たちがそれとまたね、うん、この裏表、はい、これもやりました、はい、裏やるか表やるはい、の数の少ない方の勝ちだったりですね、うんうん、それもやってましたね、はい、うん、守るやん人は無事、はい、うわ思てねこのお金ぬんちやびたがうちなぐちしあいびたがやヤマトから来てるあれですかね、なんだこの今の何か掛け声とかですねまたブーサー氏の面白いところはあのいろんな説を聞くんですが、はい、親指やの息がのやじゃんけんぽんもブーサーですブーサー、うん、あーじゃんけんぽんも、はい、息がのやそして中差し指イビイビやのイナグのや、うん、イビングアやの子供ワラビングア、うん、はい、子供ということでですね、はい、お父さんはお母さんに強くてお母さんは子供に強くて子供はお父さんに強いっていうような話があったりまたあのハブとアタビ、うん、そして、チンナン、うん、ナメクジ、はい、っていうあのブーサーシーっていうあの方も話がありましたね、うん、あんちとなんて北島住みことだったって言ったらはいさにいい敏感しぬうえかに絶対あコントがあるさ、はい、あれ面白いね指の由来っていう名前っていうことでですね、はい、手は分かるけどさ足はせぬんでいくとさんせひとせ足はさんせやっちゅうさすんだ今お話ありましたので人差し指はあの中差し指とか、うん、あの人差し指とか、はい、差し指にイヤビー氏が、うん、足の指はヌンチイヤビーが病んでる北島澄子さんの話で、うん、足の人差し指って言ったら足で人を指すのかっていうことでですね、うん、確かにそうですよね、うまいよね北島澄子は、うん、はいはい、そしてあの今ブーサー氏のお話からですねあの今年もまた世界のうちなんち大会がアイビークと、はい、あのブランドン・イングさんの曲をまたご紹介したいと思います、うん、はい、ブーサーんでる曲やいびん、はい、皆さんちちみそを利用さい、はいはい、昔から坊さんにいる足見のある場
damin tsaka na ufot tsuma di na isa kudeti chinuti asini na to saya yashigami chino ibibike chika to duma ishi tukabi asan no kawaii ni omosashi nai nja sushi omosashi omosashi ishi tukabi asan no kawaii ni omosashi sada midani dan butu yare omosashi Shusashi ibiasa Ibin wayashi Dumashi munyasaya Ufu ibiabu Shusashi ibiasa Ibin wayashi Anchikara kachimakiya Sashi ibin kai katsushi ga ibin wa ya chusashi ibin kai makisa ibin wa ya ufu ibin kai katsunte yashi ga iru ibin jashi ne na chuken sato nara sa フェーデービルチャイアイビータガヤシディアイビンドなるほど、はい、ブーサーですね。ブランドイングさんのブーサーウトドキサビタン、はい、全部あの説明もありましたね。すごいですね、うん、リズムも、はい、リズムね、ね、とってもいい、うん、習いたい CD ちょうだい。カラオケでまた歌うから後からプレゼントサビ行くと。はい、ハワイのうちなんちゅう、ウカシンカブダンのブランドン・イングさんの曲やイビータンの野菜よく作ってますね、ブサシの歌って、はい、うん、もう素晴らしいですね。うちなんちゅうのね、はい、歓迎ランクと歓迎ビジサイヤやっぱりうちなんちゅうの文化とっても大事にしてるんですね、うん、そうですね、伺いますね、はい、本当にあの海外に渡った人たちのこの思いを、うん、はい、また彼らが渡ってるあの竜電にいた子ね、あの前に中野町、中野町の方でも武藤さん山節をあの歌われてた方ですね、はい、うん、すごいすごい、若い人で竜電子歌うしな、あの先生で那覇会那覇で先生されていて、はい、ブランドンさんです、ね、素晴らしい歌を歌います、素晴らしい、はい、このぜひ声がいい、はい、機会がありましたらラジオ番組にもお呼びしたいんですけども、ね、海外の方にいらっしゃるので、
また今度いらっしゃった時にですね、ぜひご紹介します。今度世界ウチナンチ大会には、はい、ウチナンチ大会あ、今あの調整の方はされているということなんですけど、あ、そうですか、はい、サンバゴも来るみたいですね、はい、うん、去年お会いしましたけどね、はい、去年の10月か11月かな、うん、お会いして、なんかまた来年あの、うん、ウチナンチ大会に来ます、来るという話はしてましたけどね、はい、うん、多分来るんじゃないかな、はい、そうですね、皆さんあの日程の方調整はされてるんですが、なかなか来れない方もいらっしゃるので、うん、ぜひあの、ね、はい、お会いする機会あの皆さん特にないですので、ぜひこのウチナンチ大会にですね、うん、はい、この出会いをまた縁にしを広げていけたらいいですね、はい、はい、10月の28日金曜日ですが、場所はあのパレット市民劇場を通って島言葉片やびら世界大会が愛民堂祭、前半や島くつば片やびら対片やびら の、うん、はい、あの海外のうちなんちの方々の語りとですね、またこの間あの島くつば片やびら大会で、はい、あの選ばれた方々が出演し、うん、そして第2部では、今歌われてましたあのブランドイングさんのメンバーの右官新歌舞団さんとの、うん、はい、コラボレーションで、ハンズオンユースクラブのメンバーが創作共同劇、うん、ハワイ編をうつづきサビン、ぜひあの皆さんイチャンダイアイビークと、ここ2時から4時、場所がパレット市民劇場にて10月28日、うん、アイビークとぜひ面相地区民総利用祭、はい、面相地区民総利用ベディキエビンド10月28日ね、はい、うん、はい、それでは続いてのコーナーやいびんや、続いてのコーナーや島くとばニュースのコーナーやいびん、新聞から琉球新報からですね、中夜のひょっちゃんばあちゃんがまた島言葉で読み上げ解説、サビクツ、ウタサルグツ、ウニゲーサビラ、ひょっちゃんばあちゃん、はい、中ヌニュースやヌーヌーニュースやイビーガヤ、中夜やった石垣を通って八重山を通ってトバラマ大会があったんで、うん、いや、トバラマ情感豊かな石垣を通って大会、最優秀賞今村さん、イエマ代表する著作家トバラマーの歌唱力を通過する2016年度トバラマー大会が13日によろ石垣市民会館をとって開かれやびた。新内外からの予選勝ち抜くたるチュンチャー23人が出場、情緒ある旋律会で生活の喜びや愛情などを過信化にして情感豊かに歌い上げやった。最優秀賞に石垣市石垣の今村さん32歳が選ばれやった。トバラマーの継承を目的に毎年旧暦8月13日に地域明かりの使者を通って開催され、今年は炭鉱が渡さること行いを通って会場を実施された。19歳から挑戦を続けて念願の最優秀賞をつかみ取った今村さんやペウスさん両親から報告すんてと涙ごとびた。ずっと悔しい思いをしてきた、どうがダメがやんと歌と向き合ってちゃびた。今後チャンピオンになり恥じないように腕を磨いてもっといい歌を歌いますって話しそうびた。最優秀賞には石垣市石垣の玉吉さん33歳同志新栄町宮城さん19歳、努力賞に市荒川の黒島さん38歳、奨励賞に市大浜の西原さん16歳が選ばれやびた。16歳のトバラマ歌です。歌詞の部の表彰式に開かれびた。能登城の串原さん54歳が懐かしい農耕の様子を題材にしたら歌詞さんに最優秀賞を受賞された。はい、ニフェーデビル、はいはい、八重山を代表する曲ですね、うんうん、すごいですね、そこらは父くとろや、そうですね、あれもよ、あの歌唱力が問われる歌、うんうん、はい、そうですね、またあの
若い世代がこうやって歌って選ばれてるというのもまた嬉しいことですね。うん、今村さんに、名前を山津なるえびがやや、うちなんか今村に名前がやちっちゃなくてやや、うん、内地から村に移民しちゃうし、ジャパンロンド、はい、どちらの出身なんですかね。あの新聞の方には、はい、石垣市石垣のということで記載があったんですが、うん、いやどちらにしても嬉しいことですね。そうですね、はい、こういうあのウヤファ富士からの続けていくということはね、うん、はい、毎年いい歌が、その歌詞もいい歌詞が生まれて中でのことやびしや、この大会というのは、はい、いつも新しい歌詞が出てくるというのもまた楽しみですよね。昔のやりや農業題材題材にさ歌詞、はい、最優秀賞受賞した、うん、はい、またこの歌はまた人に歌い手によってまた変わって違う歌を歌われたりとかですね、あの作者は知れず人々がこの愛情や生活のこの喜び苦しみ、悲しみなど歌詞に乗せて歌い継いでいたものっていうのが伝統的なこの歌やイビンドウ野菜ドゥバラーマですね、生活を歌題材にさや、はい、また中からね生まれる歌、うん、やっぱり今度のあのあれも、なんていうの、農耕の様子を題材にした歌詞でっていうことになってますので、うん、やっぱりあの八重間を通ってこの馬車満開の通って、うん、満開の通ってこう野良仕事に行く、その行き帰り、うん、帰りのまあ夕暮れになりますよね、うん、農業をやるとその頃にまたいろいろ浮かぶ歌詞もいい歌詞が出ると思いますね、はい、仕事朝から晩まで働いて、うん、その帰りにこのこういうトゥバラマの歌詞を思い出す作るというの、あの昔政治犯が、政治犯が、うん、あの琉球王朝の後からですか、はい、政治犯が流された島、うん、波照間とか黒島とか、はい、で、うん、そういった子孫やっぱりあの、うん、ああ芸能にはすごい方々がそういった人たちが行ってるので、うん、あっちいろんな歌詞島の情緒を選んだ歌とか、うん、だからあそこの歌が全部ほっとしっとりとして歌ってるさ、うん、ああ宮古と全然違うさ、うん、宮古はまた食い違いでしょ、一般のあれで、うん、いやさっさいでも本当に賑やかに歌うんだけど、あっちはしっとりとも情緒を込めて歌いすぎる、うん、特徴、うん、いいですね。今お話ありましたこの地域の良さを歌った歌だとかですね、地域性があってまた、うん、そしてあの生活習慣の中からっていうこの馬車のお話もアイビーたちが、うん、いろんな歌詞から出てくるこの昔のうちなの一平ちびらさるうちらさる姿っていうのが見えてきますね。いや山はね、うん、本当に楽しみ。リトリトンカエルが昔のねいい歌を残ってるわけよね、うん、またブロックやみんなよし集まりでこと新しい埋め立てし新しくできた、うん、あの町村だ村町、うん、やっぱり生活の中からね、生まれてる歌ですからね、伝統的な芸能と何もないさ、うん、はい、あそこで演算ねえらんしゃい、はい、場所によってはまたこの薄で行くとかですね、うん、本当にあの地域挙げてのこの伝統を守っていこうということで、うん、はいはい、今よっちゃんばっちゃんからありました埋め立てで新しくできた地域だとか、うん、そういったところまた新しい文化がまた生まれつつありますので、本当にあの古き良き時代のこの姿っていうのをですね、うん、また、ね、はい、取り戻していけたらいいですよね。はい、そしてあの次曲を紹介したいのですが、はい、うん、次の曲や山里ゆきさんの懐かしきふるさとをご紹介いたします、うん、はい、よちゃんばちゃんニフェーデービル、琉球新報よりトゥバラーマ、うん、情感豊か石垣で大会に出るニュースやイビータン、はい、それでは懐かしきふるさと山里ゆきさんでお送りいたします。
ゆきさんで懐かしきふるさとやいびーたん、はい、ニフェーデービル、はい、ベッチビラさん、私ね、いつ聞いてもやっぱり ね、はい、ゆきさんの歌はもう、うん、この歌詞にありましたあの意味に見るうちな、うとしがたやしが、うとにちくうちなコーティネーランにる、もうこの夢に見る沖縄は、もうこの元の姿だけれども、このいろんな人たちが聞く中での沖縄変わってしまったよんでる、クトヤイビーが野菜、戦が終わってあと沖縄へも焼け野原になってしまったよというあれでね、はい、まあ、大阪にいらして向こうでこういろいろなことを考えたんでしょうね、ちもちゃうちなんかんかとおしが、まあ、夢に見るうちなやむとしがただけれども、実際は
ウチナーというのはあの戦争戦で焼け野原になってしまったという、うん、一部さやだからもうそのウチナー経験部殺さ人事部殺さのその思いですね、うんうん、ふるさと思う、うん、その懐かしきふるさと、うん、だからこういう題名もね懐かしきふるさとって、ね、はい、一部さや生まれ自慢にる、はい、本当に遠くから、うん、沖縄の、うん、沖縄に行きたい、はい、ふるさとに戻りたいっていう思いがすごく伝わりますね、はい、その時はお会いもしましたよ、うん、初めてうち南下面相長ロバーに福原長貴さんと、はい、あの奥さんのね、うん、あの清子さん、はい、夫妻作詞作曲された福原長貴さん、はいはいはい、うん、お会いしました、うん、終戦あ終戦日な投げなみさんしにゃ、まあ、終戦初めてうち南下面相長ロバーに、うんうん、ちょっと歓迎パーティーもやりましたけどね、民謡進化何名かで、うんうんうん、福原このメロディ福原音楽、うん、まあ、そういったあの福原レコードからたくさん の、 あの歌手も生まれてますから、うん、はい、その時はね千奈手半さん新氏とかまた山津雄一さん、うん、もう田和田氏金村健康さんとかね、うん、そういう方々歓迎会やったんですよ、奈良で、はい、うん、私もその頃はバスガイドの頃、20歳の頃、うん、21、2歳の頃だな、うん、うん、初めてうちの面相長と、はい、もうこの姿っていうのはすごくやっぱりこの変わってしまったっていうことでおっしゃってましたでしょうか、そうそう、うん、うん、うん、うちの一、うん、が、あの平和言うなやに、一がうち何件こう行き来ができるかなというそういう望みもね、うん、あの、うん、思いながら、あの頃パスポートがないと来れなかった、そうそうそう、うん、私もだから最初はパスポートで行きましたよ、あの全国、うん、はい、バスガイド、ね、あの講習会があったんですよ東京、うん、あのスキヤ橋に日本、陸運課の方で、うんうん、あの東京の、うん、それすきや橋のすぐ近くになりますけど、毎回講習があってじゃなくて、うん、うん、はい、うん、その時にパスポートで行きました、はあ、うん、はい、アメリカいうのそうそうそうアメリカ当時ですから、うん、うちなんや、はい、うん、箱根回ってそれから東京、うん、皇居みたいな、うん、あ、まあ、皇居よ、うん、歩いても砂利でさ靴が見れダメだった、うん、そうね、はい、二重橋の方もお話もデイビーシがよっちゃんばちゃんやのチャイアイビータがやのパラオン会行かれてこの沖縄に戻ってきた時のこの昔の沖縄の姿とですね、うんうん、あの引き上げ船で帰ってきて合わせによ、うん、うん、ちゃんあれ中くつかわんないがや、はい、うん、中くつくよ、あったブラック、あの上陸できなくてさ、うん、うん、犬宮淳理な、うん、終戦当時はね向こうから引き上げ船、うん、だけどいっぱいでさ、うん、入ってないということで船で止まったまま行くかも、うん、停泊してたうちの中見てや、うん、キーポの年生や、うん、うん、一年に青しそうたるもんや、本当ね、もう焼けの灰色の島、灰色の島、本当にそこにね、うん、あの南洋とか台湾、うん、アメリカから引き上げがいっぱいでしたから、うん、だからインヌミヤーズイ、あちら、あの今のアッタブラク、うん、向こうの方から引き上げやってます、あ、終戦当時、北中グスクさんの、うん、はいはい、向こうの今もこの桟橋が英語は残ってます、そうね、うん、うちあの日本の旧、うん、あの駆逐艦、うん、それで引き上げてきた、引き上げは、うん、あ、はい、ね、昔 の、 あの海軍の兵隊ちゃうが、うん、うん、うん、日本の船で、日本の船で、あ、駆逐艦、うん、うん、だから看板に出さなかったよ、うん、スピード出してるんだよ、はいはい、わあ、ものすごい速さです、うん、走っていてさ、で看板に危ないって言うんで出さなかったさ、うん、でその船の中を通ってリンゴの歌初めて聞いたわけさ、あれで、はい、感動してね、うん、で今まで文歌しか歌えないさ、うん、
歌にも制限があって、軍歌しか歌えなかったんですね。着るもの、歌うもの、何食べるもの、みんな制限が、みんな制限、理由って一つもない、あんな生活してきてさ、初めてリンゴの歌聞いて船の中で、とっても感動して、弟と二人は、船が着くまでね、覚えていたよ。終戦最初の歌謡曲ですよね、あれが、リンゴの歌から最初、でこの社員がさ、今内地でとってもこれ明るい歌ってて流行ってるよっていうわけで、ずっとこれ流していた、そうですね。でもね、あの歌を聞いた時、へー、うちなはまだまだこんなに辛い思いしてるのに、本土ではこういう歌も出て、いうのってちょっと私は、なんか胸が痛いような感じも受けましたね、うちなはまだこんなだのに、復興に向けて生から立ち上がっていくところで、もうちなはもうこんな状況なんだけど、本土ではこんなにもう発展したようなあれになってるんだねって、つくづくなんかうちなはの、でも東京も焼け野原になってるさね、まだあの時には復興してないよね、でもこの歌はすごいみんなに希望を与えたと思いますよ。そうそう、希望、明るい歌で、暗いところにね、あの暗い、暗い世の中にね、こういう歌が出たというのは、広崎に原爆が落ちたのは分からなかったよ、沖縄来て長い出してからが初めて聞いた、情報が入ってこなかったんですね、知らなかったね、どうなってるかね、しかもアメリカ統治下にあるしね、うちなは、生お話アイビーたちが本当にあのデイジな夜の寛解アイビーたん飲んでる焼け野原からですね、こうやってみんなあの T2 屋にこう復興してきたっていう方々の思いはしてないみたいな、やんばるって焼け野原せや、隣にうちくやにょ、何軒何軒でかやぶちやつくって、やつくって、ゆいまるで、ちゅうやったや、あちゃやったやって言ってさ、かやかれてきちゃうみんな、小さい部屋だけどさ、かやぶちや、とにかく住むだけでもあればいい、すごいですね。あのこの間坪屋の方でも、この戦後にみんなでこう家を建てる人たちが何名か収容所から出てきて作って家を作っていって、これでみんなで力を合わせたんでるお話もありました。ただ一部屋の部屋、お家を、床作ってさ、寝るところと、台所地面の上に石をつけて、石3つ置いて、台所、おっさん若いのねんだせや、みんな軍の払い下げさ、アメリカは違ってし、食べ物はあったよ、あの乾燥ポテトとかって、乾燥した芋とかよ、配給が、これ軍からの、軍からの物資は助かった、アメリカン、それからはちょっと良くなりましたね、それから良くなって食べ物、それからはその頃からはもう、あの食べ物がこう食べられるようになって、あ、いや良かったと思って、そこで初めてあの缶詰とか、ソテツ食べたよ、スーティーちゃんの、スーティーちゃんの実、実じゃなくてね、あのクズ、クズみたいに、胴体かね、あれ胴体を削ってからにね、あの井戸のそばに置いてよ、そっち水かけてさ、3日ぐらい、あれ毒がある、毒を抜いてそれを召し上がったわけなんですね、まずかったよ、それほど食べるものが本当にない時代に、そうそう、ないからもああいったの食べないと命がね、命つなぐためにはもうああいったのしかなかったから、もう仕方ないあれは食べてましたよ、ソテツ地獄、チンナン、チンナンカタツムリのおつゆとか、何よ、チンナンカタツムリ、ピロリとあの頃の食べ物は取り尽くして、食用のアフリカマイマイってか大きなのがあったよ、マックロックして、あれはこれも栄養源だったんですね、栄養源からそのもうな、食べてお腹がいっぱいになれば、いっぱいはならないけれども、私があったよ、あの大きなの、アフリカマイマイっていうのはこの子のあるさ、本当に今この戦後の話もアイビーたちが、来月行われる世界のウチナンチ大会のこのウヤファー富士の方々もですね、一世の方々は本当に苦労そうって、君次男次子、このヌチチナジャル方々の思いっていうのを見てきた2世3世の方が、今度はまた千葉って、
またこうやってつないできてくださってるって思いをまた忘れてはいけないですよね。うん、ABC側のうちなの、うん、今よっちゃんばあちゃん千代さんからもうちな変わってしまったんでお話、 ABC が、うん、くくるやちゃい ABC がやうちなんちゅのこのくくるですね、うん、例えば島くつばもそうです。こういった文化をくくるが離れていってるんでる、ことゆうちちゃびしが、まあ、うぐとろに余裕ねんたさ、あ生活の終わりってきや、はい、うん、もう年はさい、うん、もう通訳家であちゃるんかもがやの心配、うん、だから、うん、毎日が必死に、でもみんな明るかったよね、あ明るく、うん、はい、明日生きれるかどうかっていうところみんなで、みんな明るかったよそうですね、あの沈んでるわけにいけないもん、うん、あの 時は、うん、もう生きるためにどう明日を迎えればいいか感じで、うん、悲しんでる暇もないぐらい、うん、本当はね、うん、毎日気持ちは辛い思いでしたよ、うん、でも、はい、だけどそれどころじゃもう何食べて生きていくかの感じ、うん、だからはい、それに比べていったらあれかもしれないですけど、生のわかんちゃですね、何かあのメッセージがありましたら、この今心が離れていってる人たちもいると思うので、だからメッセージ、まあ、あの時代のことわからないから、うん、まあ、裕福な時代になってから生まれた子どもたちが、うん、もうやっぱり戦争を知らない子どもたちですから、はい、これはもうね、そういう時代を迎えるから、うん、あのやっぱあの苦しみ分からない人には、あの戦争当時のあの時代を分からない人には、あのなんていうかな、通じない、昔野蛮だったんだね、あ、あんなの食べたのみたいな、あんなの食べて野蛮だったねって言った子がいたよ、女の子が、うんうん、裕福すぎて、あの、うん、感覚が、はい、感覚がね、感覚が違うんですよ、ずれてしまってる、あの頃と話してもね、うん、もう分かんないみたい、そうでしょうね、うん、玉の中からくぐったの、行ったってさ、うん、こっちで玉が飛ぶんでもないからさ、そしてね、言葉でいてもなんか分かんない、ま、話しても本当に体験しないと、そうそう、理解できないよね、体験しないと話しても分からんような、本当に今お話ありました、こういった時代に生きてきた方々、明日生きれるかどうかというこの精一杯に、それで命をつないだ方々の思いというのを知る機会、そしてまして私たちが今何ができるのかなというところをですね、はい、学びながらこうつないでいくっていう心を忘れてはいけないですね、うんうん、だって あの時代に食べ物探すために海に行って、はい、人が流れてるアメリカ兵が裸になって、はい、波にも、うん、例えば、うん、船が沈没するともう死ぬ人がいっぱいいるから、うん、はい、この人たちも流れてきますよね、本当にだからそれ見ても何とも思わない、うん、あの時代のことを考えるとね、はい、何だったんだろう、うん、イミリやったかよぐらいですよ、はい、あれ見てもかわいそうとも思う、麻痺する、怖いとも思う、感情が麻痺、だからさ戦争っていうのはね、うん、弾で死ぬとこだけじゃ人間の心を変えてしまう、そうそう、はい、人間これが一番怖いよ、ここ、そう、心がもうなくなる本当に、うん、だから日本の兵隊がもうあの同じ兵隊を殺したりもしようと、今お話ありましたと、うちなんちゅびけアイビラン、外国の方々もこう命を落とされた方や、はい、大和の方々や、うん、本当に命を落とされた方々がいらっしゃる中でですね、うん、そこであの思いをこの必死に生きてつないできた方々っていうのを忘れてはいけないですね、はい、うん、あれは本当にいいねと思うね、うん、あれ沖縄だけじゃない、はい、結局ここも味方もないさ、で全部死んだ人たちにちゃんと祀ってるの、うんうん、あれすごいですよね、はい、はい、よっちゃんばあちゃん千代さんにフェーデービル、はい、なあ時間の当便、はい、もうエンディングの方になってきました、はい、中、はい、の話は本当にぬちいちなじゃる方々の思いということでですね、あのお話をしていただきました、本当に大事な UIB たちがこうやって今平和の世の中になっているのも本当に皆様方のおかげ、 UIB くんとこれを学んで、これをましてやいろんな方々につないでいくっていうところを
大切にしていきたいですね。そして来月世界のウチナンチュ大会がありますので、ぜひ海外からいらっしゃるクワマグワの2世3世の方々がいらっしゃいますので、はい、ぜひこういった思いを共有しながら、また新たな美しいウチナの姿を作っていきたいですね。そうですね、はい、本当にね、みっかんちゃう中世や、うん、よっちゃんばあちゃんの親戚の方もいらっしゃいますので、姉さんの息子が来る、うんうん、楽しみですね。じゃあね、彼らは姉さんも生きていたら来よったはずなのに元気だった。あれ何回かさ、はい、来てるよ、あるからさ、うん、休みもらってからね、来てるけど、姉もなくなって。よっちゃんばあちゃん、今銀のトロンボーンさんからのメッセージもあります。うちの親ウヤ町でアメリカ軍があっちこっちに残した食べ物を取ってきた、食べたというふうに言ってました。クッキーやチーズとかもあったみたいです。ソテツやアフリカマイマイも食べたそうです、ということでですね。ありがとうございます、はい、また来週エイビンドお野菜、はい、チュンイッペイニフェーデビル、アメリカのチーズさん、石鹸って間違って浴びたい石鹸アンダビケジンジールって笑い話もや、本当に笑い話もありますね。はい、今よっちゃんばあちゃんからもチーズ、昔石鹸と間違えたんでいうお話が聞いた。似てたんですよ、なんか石鹸。また来週。ショックしてやる。